ちょうどこんな雨の降る放課後だったそうよ。その女性の先生が階段の踊り場から転落して亡くなったのは、みんな知ってるよね。私たちの学校、如月学園が建てられる前、この場所にもともと建っていた天神小学校、不幸な事故だったわ。当時の校長先生は学校のことをまるで我が子のように大事に思っていたみたいなんだけど、その事件をきっかけに廃校が決定しちゃったの。それ以来心を病んでしまった校長先生は、学校が閉鎖された当日に、校舎の屋上から身を投げて自殺しちゃったんだって。私たちの今いるこの学校は、そんな呪われた天神小跡地に立っているの。しかもね、階段で転落死した先生の方はまだ自分が亡くなったことに気がついていないらしくって、こんな雨の日の放課後には、真っ暗な校舎の中を今でも歩いてるんだって。そう、もうすぐよ、7時を過ぎたあたり。その先生が現れるとき、校舎は必ず停電で真っ暗になるの。コンコンってノックの後に、スッと扉が開くと、真っ白の顔が覗いてね。まだ残ってるの？って！うわあ！ああ！停電だ！サトシ！もう大きな声出さないでよ！だってさ、やだ、何これ、手が込んでるな篠崎。私じゃない、ここにいたじゃん。本当に停電だよ。音楽室の方か。嘘でしょ。ちょっとサトシ、何しがみついてるのよ。あとそこ胸。
すまん、見えなくて。だからこんな時間まで残って階段なんて嫌だったんだ。おい、サトシ、開けてきてくれ。は？女子みんなブルってるぞ。かわいそうだろう。お前が行けよ。俺はかわいそうだと思わない。お前な。まだ残っているの？はやく帰りなさい。びっくりした。ゆい先生。先生、篠崎さん。へい、大成功。伊達にこの学校の OG じゃないからね。この七不思議については私も詳しいんだよ。サトシ、持田くん、しげ兄よりもリアクション派かも。俺もさすがにその引き出しはないな。いつも持田くんが一番反応してくれるから。怖がらせがいがあってたまらん。ホラーマニアの院長なんて聞いたことないよ。ごめんね、持田くん。でもちょっとキュンとしちゃった。あ、それより、かわいいお客さんが来てるわよ。え？ほら、そんなところにいないで、こっちにいらっしゃい。失礼します。ゆか、どうしたんだお前。お兄ちゃん、持田くんが傘を忘れているからってわざわざ届けに来てくれたみたいよ。
そうなんだ。すまないな、ゆか。その子、中等部の子？はじめまして、お兄ちゃんがいつも。お世話になってます。私にこんな可愛い妹がいるとは知らなかったわ。あれ、そうだっけ？聞いてないわよ。お兄ちゃんのことが大好きなんだよな。面識あるんだね。ナオミ、ライバル出現だね。ん？何言ってるのかな。この口？この口？みんな、もう7時回ってるわよ。帰る準備しなさい。おしるこ屋の片付けは？まだ帰りたくない。このまま明日も文化祭やれそうだよな。篠崎さん、私が来る前に片付け終わらせておくって約束だったでしょ。もう遅いから明日早く来てやりなさい。はい。それじゃあ鈴本さんも名残惜しいけど、向こうに行っても元気でね。スズメちゃん、いなくなると寂しいな。鈴本さんなら、すぐ友達できるよ、絶対。引っ越しって言っても、そう遠くないしさ。冬休みには、みんなで遊びに行くからさ。そうだよ、すぐまた会えるもの。私たち、ずっと友達だよ。お兄ちゃん、あのお姉さん、転校しちゃうの？ああ、今日の文化祭が最後の登校日だったんだ。みんなありがとう。私、みんなと会えて本当によかった。
みんなのことずっと忘れない。私はいつまでも見守ってるからね。そーっと、そーっと、そーっと。聖子、聖子。そーっと、そーっと。草葉の陰から。それ死んでるし。真由、ほら、笑顔だ。俺も。ゆかも。お兄ちゃん。ん？とっても素敵な人たちだね。だろ？ちょうだいちょうだい。森重、携帯に送って。ああ、今みんなに転送する。先生、あのね、帰る前に一つお願いがあるの。ん？お別れの前にこれやっていい？幸せの幸子さん。あ、何それ、また変な紙人形。うん、これね、ネットに載ってたおまじないなんだけど、これをやるとね、その場にいたみんながずっと離れずに、いつまでも友達でいられるんだって。あ、おまじない。おまじない。わあ、やりたい。鈴本さん、おまじないとか占いとか好きだものね。仕方ないか。
見ない？はーい。ウィース、森重くんもいい？あ、はい。準備完了。じゃあ、みんなでこの紙の幸子さん人形を囲んで。幸子さんお願いしますって心の中で、7、8、9回唱えてね。間違ってもいいから、絶対言い直しちゃダメだよ。唱える回数が人数より多かったり少なかったりすると失敗しちゃうらしいからね。なあ、篠崎。ん？失敗するとどうなるんだ？なんかこの人形気味悪いんだけど。失敗なんて許さないから、気合い入れてよね。わかった。それじゃあ行くよ。みんなも心の中で唱えてね。幸子さんお願いします。9回だよ。せーの、はい。ちゃんと9回唱えた。なあ、やべ、早く進めてくれねえと心の中でもう一回言っちまいそうだ。じゃあみんな手を伸ばして、この幸子さん人形のどこでもいいから掴んで。掴んだよ。これでいい？はい。じゃあ爪を使ってしっかり掴んだら、みんなで引っ張ってちぎっちゃって。せーの。お疲れ様。みんな、その髪の切れ端を。
学生証入れとか定期入れとかに挟んでずっと持っててね。ほー、なんか意味あんのか？それを持ってる限りずっとみんな。友達でつながっていられるんだって。そういうおまじないらしいよ。へえ、いいねこれ。超素敵だね。なくさないようにしなきゃ。篠崎さん、ありがとう。宝物にするね。うん。ね、きっとまた会おうね、みんなで。うん。さ、じゃあみんな帰る準備だよ。はーい。地震？うわぁ！うわぁ！なんだ？でかいぞ、おい！ユカ、捕まってろ。みんな落ち着いて。机で頭を守りなさい。何？嘘でしょ？マジかよ、おい！うわ、落ちる！お兄ちゃん！サトシ！ナオミ！動くけど捻挫してる。あれ、ここはどこ？家じゃない。嘘。
暗くてよく見えない。え、これ、あ、何これ、ここどこよ。足、大丈夫かな？やばそう。息はしてる。聖子、ねえ聖子、起きてよ。あれ、ナオミ、どったの？どったのじゃないわよ、心配させて。あれ、え、ここ…ここどこ？何これ？私だって知りたいわよ。しないよ、窓。外も真っ暗でよく見えないし。どうなってるのよ。ここ、やっぱり学校なのかな。それにしては、なんか、妙に机が小さい気がするんだよね。
小学校みたい。小学校ってまさか。どうしたの？壁にプリントが。天神省連絡通信って小学校。私たちの学校。如月学園が建つ前に取り壊された廃校じゃない。聖子も私も手を握り合ったまま声も出せなかった。歯がカチカチと音を立てるほど全身が震える経験なんて生まれて初めてだったから。頭の中がふわふわして、今自分たちの置かれている状況を整理して考えることができない。悪い夢かと期待してもちっとも目の前の景色は消えてくれない。ダメだわ。ダメ。黙ってると。ねえ、何が何だかわからないけど。とにかく、学校の外に出てみない？外に？このままずっと震えていても何も解決しないと思うの。でも窓も開かないんだよ。硬いとかじゃなくて、
ガチって空間に固定されてる感じ。外になんて出られるのかな。ええ、だけど玄関とか非常口とかあればそこから外に出られるかもしれないじゃない。そうだね。じっとしてたらおかしくなっちゃいそうだし。よし、とにかくこの部屋を出ましょう。私たちだけじゃなく、ひょっとしたら。みんなもいるかもしれないし。みんなと一緒ならなんとかなるかもしんないね。ええ。確証も何もない話。私もパニクってただけかもしれない。でもじっとしてると私も悲鳴を上げそうで、必死に強がってみせた。廊下へ出ましょう。どうしたの？さっきと廊下の形が変わってる。今の地震で床が崩れたりしたんだよ。どうしたの？ああ、緊張して忘れてたけど。さっき転んだ時、捻挫したみたい。なんとか歩けるよ、平気。無理しないでね、
肩貸してあげる。ほら。うん、ありがとう。使えないかな。橋に？なるかな。相当ボロボロだけど。やっぱり小学校の校舎なんだね。ねえ、ユウたち、お腹空かせてるかな。そっか、セイコンチ、今お父さん帰り遅いんだっけ？なんせほら、うち兄弟多いから家計がね。父さん頑張ってる間、私が主婦やんないとね。ゆうくんたち、まだちっちゃいもんね。せいこ偉い。女子高生にしてお母さんだ。なんかそれ微妙。早く帰ってあげないと。てか、ナオミもだよね。お母さん一人で待ってる。絶対帰ろうね、ナオミ。なんとかなるよ。え？開く感じじゃないみたい。せっかく玄関まで来たのにね。別の出口探してみよっか。そうだね。Thank you.
どうしたのな。あれ骨じゃない人の。なんで人が死んでんの。待って、確かめてみるわ。本当に人の骨かどうか。やっぱり骨だよ、人の。聖子、君たち。君たちは新しい犠牲者か。人邪魔。君たちと同じように無理やりここに監禁されたものだ。知ってるの？ここのこと。ここは恐ろしい力を持つ怨霊が作り出した呪われた異次元空間。いくつもの空間が重なり合う。宇宙閉鎖空間さ。君たちも我々も運悪く手にかかった多重閉鎖空間。そうだ、君たち二人の他にもここに連れてこられた者が何人かいるみたいだね。まさか本当にみんなもここに。無事なのかしら。心配。みんなもこの学校のどこかにいるの？何人かは私にはわからないが、君たちと同時に連れてこられた人間が数名この学校に確かにいる。やった！ナオミ、みんなも一緒だよ！持田くんもきっといるよ。よかったね、ナオミ。だが、会えない。この学校内に確かにいるが、存在している次元が違う。再び仲間と会いたければ、同じ次元に存在する方法を見つけなければならない。そうすれば。
脱出はできなくとも、せめて一緒に死ぬことくらいはできるかもしれないな。そんな、どうやったら帰れるの？怨霊って何者なの？どうしてこんなことを？わからない。彼らの目的も、ここから抜け出す方法も。だが、頑張れるかもな。君たちは一緒の次元に存在できただけ、まだ幸運だ。頭が二つあれば、発想も広がる。なんとか脱出方法を見つけ出すんだ。私たちのようにならないでくれ。ぼんやり光ってたよね。幽霊とかなんとか信じられないんだけど、本当に現実なの？これ。でも人魂とかいたし、あんなの初めて見た。セイコも見たんだよね。うん、話もした。わけわからないけど、ただ校舎を出れば家に帰れるなんて。簡単な状況じゃないのは確かなのかも。明るく行こうよ、ね、ね。助けて、助けて。
何これ、さっきこんなのあった。わかんない、何かの絵だよ。脱出したければ私は先の犠牲者たちが残したメッセージを見逃さない。校舎内の針金にも思念が宿って、ダイイングメッセージが切れている。
さっき光ってたのはこの辺だっけ。オッケー。消えちゃった。微妙にここじゃないみたい。あれ、そう、こっちから入るとあっちで待ち伏せすればいいってこと？さっき光ってた。オッケー。協力成功ってやつ？嬉しいね。そういえば、
喉渇いたな。切るな！何？今の。本当に聞こえたのか、幻聴なのか、分からなくなってきたよ。ね、ねえ、ナオミ。お尻の薬持ってない？塗るやつ。え？あんたまた？うん最近なんかお尻の調子悪くてさ普通の軟膏ならあるよ。ほれ。サンキュー。じゃあちょっと塗った食ってくる。
端はまずいよね。成功。いや、いるならいいの。お待たせ。薬ありがとう、ナオミ。はい、握手。ああ、うん。あれ、あそこ開いたの？ん？さっき、あそこの扉開かなかったような気がするんだけど。そうだっけ？なんとなくあの個室に入ったんだけど。まあいいや。ねえ、聖子、それより今外でゆかちゃんの声が聞こえたの。多分下の階。本当？行ってみようか。私の捻挫きつそうだね。とりあえず休めるとこで休みなよ。そうだね。ほら、私に肩乗っけて。ありがとう、セコ。助かるよ。気にしない、気にしない。みたいなの踏んだらブチュってうんこみたいなの出たもの。嫌なこと言わないでよ。本当に吐いちゃうじゃない。ごめん。意外と埃っぽくないね、ベッド。本当だ、よかったね、ナオミ。
とりあえず休みなよ。うん、じゃあちょっと横になるね。なんでそんな隅っこに？隅っこの方が落ち着くんだ、私。わかる、私もそうだよ。なんか足首固定できるものないかな。ちょっと休んでて、ナオミ。うん、すまないね。感謝には及ばねえよ、ナオミさん。よしよし、板切れと包帯ゲットしたよ。はい、じっとしててね。ありがとう、助かる。おし、完璧。どう？あ、すごい楽。セイコ、ありがとう。どういたしまして。私も前足首やった時あるんだ。あと冷やすものでもあればいいんだけどね。助かったよ。って寝てるし。いいけど。お許しもゲット。ププププ。では遠慮なく。相変わらず変な子だね。ねえねえ、ナオミ？ん？持田くんに会ったら何したい？は？だってさ、ほら、極限状態に置かれた二人って恋に落ちやすいって言うじゃん。もう覚悟決めて告っちゃいなよ。きっとナオミのことも可愛さ3割増しで見えるって、持田くん。あんたといるとなんか普通にいつもの学校で喋ってるみたいだよ。ありがとう。考えとく。早く会えるといいね。
でも一方で、彼までこんなひどい目に遭ってなければよかったのにって。ここにいなければよかったのにって心配してるんだよね、ナオミ。これって母性みたいなもの？深いわ。軽い口調でよく見てるよね、この子。かなわないや。さっきから結構辛く当たってるな、私。後で謝らなきゃ。ごくりって何？すまねえ、ナオミさんの尻見てると生唾が。意味わかんない。またユカちゃんの声。聞こえたね。ちょっと見てくるよ。ナオミはもう少し休んでて、すぐ戻るから。心配だから私も行くよ。大丈夫だよ、ちょっと待ってて。でも、せっかくだしもう少し休んでなよ。分かったわ。あ、本当に楽になった。さすがだな、聖子。先生、みんな、サトシ、どうしてるかな。
とサトシ、何しがみついてるのよ。あとそこ胸。すまん、見えなくて。もう可愛いんだから。会いたいよ。なんでこんなことに。ん？どうして鍵まで閉めてるの？嘘、鍵かかってないのに開かない。子供の声。夏休みには皆さんで遠足に出かけましょうね。誰？何？なんか頭が痛いな。耳鳴りがする。てくれたの？何よこれ。逃げなきゃ。開かない。何よこの髪の毛。
してやる。恐ろしくなった私は必死に走り出した。どこを走ったかもわからないくらい無我夢中で。聖子の名前を何度も呼びながら、気がつくと私は校舎の3階にいた。いるの？人の気配。
嫌じゃない。一緒に生きてここを出ようって言ったじゃない。やめてよ。一人にしないでよ。エイジしてよ。開かれたハサミの刃が奥歯に当たってカキカキと音を立てている。あれ、何してるの私。サミなんか口に入れ、勝手に手が動く。嘘、やめ。
ここで死ぬと永遠に死んだ瞬間の痛みが続く。成仏への道は完全に閉ざされているからね。どうして俺は。死んだ瞬間の苦しみが。想像しないでおこうよ。どうしたの、ナオミ。なんだろう。ま、一瞬心臓がズキッとしたの。なんか、嫌な予感がする、この部屋。大丈夫だよ、きっと。鍵のかかってた部屋だよ。絶対重大な秘密が隠されてるよ、こういう部屋。やっぱ出ましょう。この部屋、なんか変だよ。うん、でも気になるな。新聞ってあれ？見てみようよ。ひどい事件。
そういえば何か昔そんなことがあったって聞いたことがある。私たちまだ生まれてなかった時代の話だからよく知らないけどね。出られないよ。どうしよう。っていうかさ、ええ、はあ、もう。あれ？ない、ないよ！何？あや！
ゆみちゃんからもらった紙人形の切れ端。ああ、おまじないの？私のは学生証入れに入ってるけど。あの時ポケットに入れたせいかな。すぐちゃんとしまわないからだよ。しょんぼり。
セイコ？かわいそう、かわいそう。セイコ！ナオミ、かわいそう、かわいそう。
子、どうしちゃったのよ、聖子。セコ、やだ、お願い。ナオミ、ナオミ、セイコ、やだ、元に戻ったの？もう心配した。ナオミ、かわいそう、かわいそう。あれ？意外とホコリっぽくないね、ベッド。夏休みには
あれ？意外と埃っぽくないね、ベッド。夏休みにはなんか ごめん、戻しちゃった。謝ることないじゃん。かわいそうに、ナオミ。大丈夫。
吐いちゃったら楽になるよ。背中さすってあげる。ありがとう。もう平気っぽい。ゆかちゃんいた？やっぱりここにはこの学校にはたち二人しか生きてる人いないみたい。静かすぎるもの。ナオミはもうベッドで休んでなくて平気なの？休んでたら急にね、真っ黒な幽霊みたいのが出てきたの。マジ？大丈夫だった？なんとか。あの部屋、もう近寄らない方がいいわ。よかった、とりあえず無事で。じゃあそろそろ行こっか。立てる？でも、行くってどこに？もう、だいたい回ったじゃん、校舎。みんな死んでたじゃん。
あ、やばい。また私。もう無理だよ、きっと。疲れた。また子供みたいになってる。ナオミ、元気出して。なんとかなるよ。ありえないじゃん、死ぬなんて。私たち明日は朝一でカットの予約入れてるし。午後からほら、一緒に自転車直しに行くの。ついてきてくれるんでしょ。帰れたらね。聖子に当たっても仕方ないじゃん。止めなきゃ、心。ナオミ疲れちゃった。らしくないよ、なんか。もっと上げていこうよ。そしたら怖くないって。ねえ、何がそう楽しいの？なんかずっと笑ってる。そうかな。このまま本当に出られなかったらどうするの？真剣に考えてる？なんとかなるよじゃなくてさ。恐ろしい目にあって心がとうとう折れてしまった。聖子を元気づけようと思ってた私が。気づいたら傷つけてた。辛くて悲しくて、子供が我慢しきれずに泣き出してしまう感覚。咳を切ったようにひどい言葉を叩きつける私の心の解放感は、それと似ていた気がする。家族だってきっといつまでも心配してずっと探したりして、すごい迷惑かけるし。それは違うよ。何が？迷惑っていうのは絶対、いなくなった人が大事だから。何かしたくて、苦労でも何でもしてあげたいから、したいからするんだよ。
私のバカ。聖子のお母さん、数年前に失踪しているのを知ってたくせに。残された人って、そう考えるものじゃないかな。あんたのところはどうか知らないけど、普通はそんなおめでたい考え方できないよ。ナオミ、ごめん、手分けしない？別々に手がかり探した方が効率いいかもしれないし。そんな言い方ってある？謝んなきゃ。私が悪いんだから謝んなきゃ。それなのにナオミにそんな言い方されたら。聖子、ごめん、私、私こそごめん。ナオミがそうしたいのなら、私行くね。何やってんのよ、私。
行してこの異空間に拉致されたものの中でもまだ幸運だったはずの同じ次元に存在することができた私たち二人は簡単に喧嘩別れをしてしまった。この些細な私の意地っ張りが大きな後悔を招くことになるのは その後、すぐのことだった。初めてだな。ナオミとあんな風にぶつかり合ったの。一人になるとだんだんさっきの恐怖がよみがえって何かに頭を支配されたように理性を失った私は聖子を探して校舎の中を走り回った。何度も何度も名前を呼びながら気がつくと、私は校舎の3階にいた。聖子！どこにいるの？聖子！ねえ、一人にしないで！
聖子、いるの？人の気配。さっきのこと謝らせてよ。信じない。